私の名前は榊原のね。このクラスの一軍女子。私に逆らう人なんて誰一人いないわ。今日も美人で可愛すぎて、ほんとごめんねって感じ。私の名前はふとだぶさみ。毎日楽しくやってます。うちのクラスの男子マジ面白いんだよね。みんな仲いいクラスだったらいいな。え、だからそれはまずいって。だからゆうとたつきはそれがダメなの。え、そう、わかるけど。え、で、何を出してるの？あ、おはよう。おはよう。なんかたつきたちが先生に怒られたらしくて、悪いよって言ってんだけど。でもさ、前からそうだったよね。お前の本当そういうとこガチ決めよ。本当いたって感じ。あんた何でここいい？え、普通に仲いいから喋ってるだけ。ブスはここいる場じゃないっしょね。いただきますよね、次行こう。いや、それマジでヤバくて。そうそうそう。いや、でも元々あんたそんな感じじゃない？あ、そうそうそう、お前ほんとクズだからさ。てか、なんでここいんの？え、なんか全然馴染めてなくない？なんか一人だけ浮いてるよね。え、マジで浮いてる？うん。え、やばいんだけど、はず。全然なんか間違いって感じ。え、全然邪魔だよね。じゃあちょっとどくわ。全然浮いて。うん、邪魔だ、後で。うん、ごめんね。うん、なんか、失礼。え、なんであいつ喋ってんの？え、ほんとかってさ、間違いじゃない？普通ね。なんかうちらと全然なんか立場が違うっていうか。は？どう見ても違うじゃん。なんでわかんないの？クソだね、あんた。まあいいわ、移動教室だから行くわ。え、今週末あそこでいいよね。あ、オッケーオッケー。え、何時にする？え、そう、え、何の話？みんなで遊園地行こうってなってんだけど、一緒に行こう。あ、最高最高。え、私聞いてないんだけど。え、だから一緒に行こう。三三で。三三？うん。え、なんで娘もいるの？おかしくない？普通にうちらいつも5人でやってきたじゃん。気まずい。え、連れて行く必要ある？まずい。ああ、人数合わせね。じゃあいいわ。しょうがないからあんたも連れてってあげるよ。ああ、え、ありがとう。じゃあ週末駅前の広場12時集合ね。オッケーオッケー。まあ先生楽しんで。行こう。まずい。てかさ、休み遅くない？マジで何分待たせんの？ガチやるし、置いてく？普通に。いや、連れて行く。ごめんごめん、待たせ。遅いんだけど。本当ごめんね。あ、え、ありがとう。マジで？別に全然にゃ。ありがとう。そうかな。ねえ、本当さ、何なのあんたたち。こんなやつのどこがいいわけ？本当ありえないんだけど。最低、私帰る。え？ちょっと名前。ちょっと名前。やめて触んないで。なんでついてくんの？ついてこないで。だった。あんた目障りなんだよ。武士のくせにさ、いつも男と喋って生きて。なんなの？でもさ、もちろんブスだっていうことは分かってるの、自分でも。だからこうやって服装とか少しでもブスを隠せるように努力はしてるんだ。でもそういうのが嫌だったなら本当にごめん。調子に乗ってたわけじゃないの。私の方こそごめんね。いいよ、全然。全然娘の努力とか考えてなかった。本当にごめん。全然いいよ。七重はいつも可愛くてさ、憧れだったんだよね。え、そうだったの？ずっと憧れてた。だからこれからも仲良くしてほしいんだよね。私なんかでいいの？もちろん。ありがとう。なんか今日のさ、メガネ外してるとかすごい似合ってる。本当？うん。嬉しい、ありがとう。お洋服とかどこで買ってるの？これ全部同じサイトなんだけど、うん、シーンっていうすっごい安いサイトがあるの。へぇ。このカチューシャとかトップスとかバッグもこのパンツも全部シーン。へぇ。いろんな種類あってほんと全部可愛いんだよ。ほんとだ。え、しかもめっちゃ安くない？ほんとに安いの。おすすめ。教えてくれてありがとう。うん。じゃあちょっと戻ろうよ。みんなのとこ行こう。うん、ありがとう。お待たせー。あ、七重、おはよう。おはよう。え、待って、七重シーンで買った？わかる？かわいい。ありがとう。このトップスもこのパンツも。今日も見て、ブサミと一緒にしたくてさ、お揃い買っちゃった。マジでやば。一緒。私も全身そうだよ。あ、そうなの？かわいくない？めっちゃ似合ってる。ありがとう。早速行こうか。行こう。
え、なんか、たつきと誰だっけ、なんかあいつがちょっと名前やめて、あ、まだ育てなかったごめん、ごめん少しでも普通の人と近づけるぐらいになりたくて